グレートソルトレイク砂漠は、ユタ州北部、グレートソルト湖の西側に広がる広大なプラヤ。グレートソルト湖から、西は、ネバダ州との境界まで広がる乾燥した地域である。面積は1360キロ平方メートル。ここの砂は、土壌中の濃い塩分濃度のため白色をしている。塩分は主に、過去に存在していた、ボンネビル湖により残された、蒸発岩交渉に由来する。 シーダー山地、レイクサイド山地、シルバーアイランド山地、ホーガップ山地、ニューファンドランド山地といったいくつかの小さな山脈が砂漠内や砂漠の淵に沿って交差している。砂漠の西の端、ネバダ州との境界を越えたあたりにパイロット山脈のパイロットボーンがある。グレートソルトレイク砂漠は1840年代に 推進された西へ向かうカリフォルニアへの移民のための四輪入馬者の道の大退路であるヘイスティングズカットオフの大半が位置していたことがおそらく歴史的に最も重要なことである砂漠の大部分は軍事用に使用されているヒル空軍基地が北にウェンドーバー・ガンリー・レンジとダグウェイ性能試験場が南にある砂漠内の目立った町はウェンドーバーとダグウェイのみであり 人口は共に1500人程度である。ありがとうございます。